ともすごい注目を集めてる。こんな危機を目の当たりにしていたら、やっぱり動かざるを得ない。Is this our fight only from the global south? No, it's also your fight. Join the fight. Stop the fossil fuels. What do we want? Keep it in the ground. Just keep it in the ground. 私たちの行動が企業の行動を変えますように。Is this what democracy looks like?2022年11月6日、私たちは取材を始めた。エジプトのリゾート地、シャルムエルシェイク。この地で国連気候変動枠組み条約第27回締約国会議、通称 COP27 が開催されました。国際的に気候変動対策についてを協議し、条約の最高意思決定機関の役割を持ちます。つまり、これまでの気候変動対策を振り返り、これからの気候変動対策をリードしていく、大変重要な国際会議なのです。これまでの議題は、温暖化の原因である温室効果ガスの削減を焦点にした緩和と、気候変動による災害への対策を焦点にした適応でした。COP27 では、適応策では防ぎきれなかった気候変動の被害に対して支払われる新たな資金の流れ、損失と損害の議論が注目を浴びました。このような議題で交渉が国や地域間で進む一方、同じ会場では人もすごい注目を集めてる。What do we want? 何が欲しいんだって言った時に Polluters out and people in っていうことで、こう汚染者を出してこう市民たちを入れようっていう話ですね。COPの会場は主にブルーゾーンとグリーンゾーンからなります。メイン会場ともいえるブルーゾーンでは、実際に気候変動対策の駆け引きが行われるプレナリーや会議室、国や地域、研究機関、テーマに分かれたあらゆる分野のプラットフォームが立ち並び、技術や気候変動対策の取り組みを紹介するパビリオン。本会議とは別に NGO や市民が企画し議論が行われるサイドイベント、そして市民が企画するストライキやデモンストレーションで構成されます。 COP27 グリーンゾーンの会場です。グリーンゾーンでは非国家アクターがさまざまなイベントや展示、
ワークショップを開催します。ホテルから会場までの主な移動手段はバス。誰もが自分の身分も属性も気にする必要のない唯一の場所だったのかもしれません。